からないけど、そんなことね、私の子供時代にはなかったから。だいたい親や先生がいろいろなものをプリントアウトして配ってるようなあの生活をしてて、その、インターネットをうまく使ってないのに、子供にどうやってインターネットの使い方を教えるのかなと思いますけどね。はい、まあね、不思議な。そっかそっか、本当にお疲れ様でしたね。いやいや、だからね、僕みたいな人はそこにいない方がいいんですよ、本当に、そう思った、うん、なぜかというと、うん、なんかやっぱりイライラするじゃないですか、そういうの、分かる、いちいち、うんうん、でもね、そのお母さんとかはあの校長先生の長い話を聞きながら、うん、はい、うなずいてね、みたいな、よくあの楽しんでるような感じがしたんで、僕が悪いです。楽しんでなかったかもしれない。そう、いや、僕が悪いだけです、本当に。本当に。他の人たちはあれでいいんです、あそこにいて。僕だけがいつものように乗り越え、まあ、プリントで済むものなんだったらね。そうそう、そういうことですよ。正直、うん。そうなんですよ。行かなくてもよかった、うん。レッスンできたかなとか思っちゃうね。うんうん、何度も何度も言うように。あの子供のためのものだったらあの何でも参加したいし何でもあの協力したいと思ってるんですけど、なんとなくそうじゃないんですよね。そうそうそう、だったらね、うん、何のためなのかわからないことが多いんですよ、学校っていうのは。まあそういうことも含めて、そうですね、そういうことも含めて、親のなんか仕事ですよって言われれば、あの僕はもう何も答えないですけどね、何も言えない、うん、そういうことをたくさん言うんです、そういうお母さんたちは、なんかそう、うん、そんなことあの当たり前でしょ、子供のためだったら何でも参加するべきでしょ、そういうことを言うんですけど、ちょっと僕はねそれはあの違うと、違うよね、うん、まあみんないろいろな意見があっていいですよ、うん、はいはい、少なくとも、あの PTA は PTA には参加するの、てっぺいさん。あの一応今年は参加してるんですけど、ちょっと考えますよね、来年から。 PTA も結構最近なんかいろいろ議論があるんでしょ。なんか昔はね、私のが子供の時は入って当然、はい、当然当たり前。いや今はね、あのそんなことはないんですけど、ないんだよね、でも基本的に変わってないですね、あ本当に、あの 入らなきゃみたいな。そう、そしてなんかクラスの代表みたいな人とか、そうそうそう、何人か選ぶんですけど、私の妹なってたわ、 PTA の役員になってしまったみたいな、役員ってやつですね。そうそう、で嫌だったけど、その選び方もみたいな、そう、うん、あのすごく嫌な決め方をするんですよ。あ、どうなんですか、妹さんに聞きました、その話。いや、そこまで聞かなかった、うん、あのまず1年生から6年生までありますよね、はいはい、そしてまあ、1年生で例えば役員、そのリーダーみたいな人になった人は、もう2年生の時はしなくていいんです、うん、来年からは。なるほどなるほど、はい、だからいろいろなあのポストがあって、うん、まあ、そのリーダー、役員、副や、うん、会長、副会長、なんかこう学級委員、副委員みたいな、いろいろあるんですよね、はいはいはい、でいろいろなのに1回すればしなくていいんです、しなくていいというか、うん、したらダメみたいな感じなんです、うん、だから2年生3年生4年生となると、なんかこうやってない人たちがもうすごくプレッシャーを感じる、うん、ということは1回はやらなければいけない、なんかまあそんな感じです、ね、多分そうでしょうね、多分そう、はい、そんな感じでしょうね、そんな感じですね、うん、でそれもね、まあ子供たちのためだったら分かるんですけど、実はね、まあ妹さんに聞いてるかもしれないけど、うん、あのそういうわけじゃないんですよね。あのメインの仕事は子供たちのためというよりは大人の調整みたいな感じですからね、うん、大人たちの、まあ、私もよくその PTA の人たちは何をしてるのかよく分からないしかもね、この僕の町の PTA はなんかあの歌を歌ったりするんですよ、ね、何なんか歌を歌う、何ですか、クラブ活動そうそう、なんかコンサートがあって、うん、あのそれぞれの学校対抗で、ね、いろんな学校たちの PTA の人たちと一緒に歌を歌って、誰どの学校が一番うまいかっていうの、え、コンペティションなんだ、はいはいはい、コンクールがある、はい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 、いや別にいいんですよ、いつも言ってるように、いろいろな文化的なこととか、うん、あの社会的なことを、うん、
やりたい人がやることは全然問題ないと思います。でもそれはやりたい人はそういうことですよね。やりたい人はするべきであって、やりたくない人に、そう。僕が一番嫌いなのが、強制はできないですよね。特に一番嫌いなのが、歌いたくない人に歌わせる。そう。私はそんな活動実は好きじゃない。とか、踊りたくない人に踊らせる。まあ、踊らせる。そう。運動したくない人に運動させる。勉強したくない人に勉強させる。まあ、それはね、子供は必要かもしれないけどね。なんかその、基本的には何かをしたくない人に無理に何かをさせるっていう社会は僕は嫌いです。それは。はい。で、そういうもの、そういうのと違う、ね、社会を作りたいといつも言ってますよね。その、勉強したい人、そういう人は助けたい。ね、勉強したくて、ね、勉強、日本語の勉強にちょっと困ってる人を助けたい、応援したい。はい、だけど、したくない人をさせたくないんです。そう、何かをしたくない人、これがね、ちょっと問題ですよね。そう、なんかその PTA の一番の問題は、なんかこう、やりたくないことを、やりたくない人が、やりたくない時間にやらなければいけないということです。例えば普通の平日の ね昼とかになんか集まったりするんでしょうね。集まってなんかこうベルマークを数えたりとかね。ベルマークとかなんかあるんですよね、そういうの。あるなんかその変なシステムとか、なんか牛乳パックを集めて、ね、牛乳パックや新聞紙を集めてリサイクルする。いや、いいんですよ、リサイクルは大事ですよ。でも僕自分の家でリサイクルしてるんで、それをわざわざね学校に持っていかなくてもいい。そう、家でリサイクルしてるから。どうしてそんなことになってしまってるのかよくわからない。なんかそういうのがよくわからないことが多いな。はい。でもね、僕みたいな人がいたら、PTA にとっても良くない。はい。絶対に。まあね。めんどくさいでしょ。まあ、そうですね。そう。だから、まあ、やりたい人がやればいいと思いますね。まあ、本当子どものなんかこう手伝いとかだったら、本当に体を張ってね、命を張ってでもやりたいと思うんですけど。そう、子どものためにやりますけれど。そう。でもその PTA のなんかこう会長を喜ばせるためには、そんなのわけわかんないですからね。いや、わけわからない。それはおかしいでしょ。子どもの話は全然なかったです、昨日は。だからそれはちょっとね、おかしいですね。はい。まあ、学校とその親たちが、関係、いい関係になるっていうのは、それはまあ大事なことですけどね。うんうん、はい。だけど、もう少しこう、なんかこうパーソナルなね、早く担任の先生と話したいです。はい。校長先生は、それ方が校長先生は正直言ってどうでもいいんです。うん、校長先生なんて本当、はい、クラスルームの先生の方が大事ですから、ね、確かに、はい、その通りだ。校長先生にとっては僕の子供はその600人のうちの1人ですけど、はい、クラスルームの先生にとっては30人のうちの1人ですよね、うん、しかも毎日会う人だから、うん、はい、だから校長先生なんてもう本当にどうでもいい、はい。ひどい。いや、でも担任先生はやっぱり一番大切です、ね。大事でしょ。そう。その通り。うん、はい。その通りです。担任の先生と話したい、早く。いや、面白いね。いろんなことが起きてますね。本当に。大変そうだ。そういう感じで、なんか体が熱くなってきた。テンションが上がってたね。いろいろ考えることがあったってことでしょ。親としてね。いや、ね、いや、それはね、親としてだし、一人の、市民としてですね。お、市民として。一人の市民として、はい、なんかこういうことが、なんか続いているのはちょっと、もったいないなと思います。効果だね。そう思ったわけです。はい。やっぱりお父さんやお母さんたち、そんなに暇じゃないんですよね。みんな忙しいし。暇じゃないですよ。はい、私たち暇じゃないんですよ。そう。本当にみんな忙しいし、みんなやるべきことがたくさんあって、その時間をやっぱり大事に使うっていうね。
そういう社会であってほしい。そういうのをね、ちょっと分かっていただきたいですね。いや、本当本当本当ですよ。働き方のお父さんお母さんがいるっていうことをね。いや、本当にもうただでさえ、まあまあのりこさんもね、このポッドキャスト聞いてる人、うん、みんな経験してることだと思うんですけど、あのコロナウイルスで、あの仕事がまあ少なくなった人もたくさんいるし、収入が少なくなった人もたくさんいる。そして今回あのまたあのいろいろな影響、戦争やあのその他のいろいろな影響で、うん、あの物価が上がってますよね。いろいろなものが高くなってる。で、本当に自分の生活が大変じゃないですか。で、そういう時にはやっぱり時間をね、大事に使わないと悪いですよね。うん、うん、そうですね。いや、もしかしたら、まあ、これは失礼なことかもしれないけど、公務員の皆さんはそういう意識はちょっと欠けているかもしれません。公務員というのはあの国の仕事ですよね。先生とか、まあ、市役所とか、ちょっとあの時間の使い方がゆっくりしてますよね。うん、はい、給料が変わりませんからね。そうね、そうそうそう、もちろんそうじゃない人も いるかもしれないですけど、うん、あの一般的にシステムがちょっと古いですから、うん、本当にもう少しあの IT をうまく使って、そのコンピューター ね、デジタルテクノロジーを使って、ね、まあテクノロジーはありますからね、とちゃんと使えるようにして。そうよね、うん、いやお疲れ様、お疲れ様でした、本当に。うん、だからそんなことがありそうですね、いろいろね。いやいやいや、もうあの1年生になったばかりだからね。はいはい、でもね、あの結構考え方がまとまったんで、今すっきりしてます、すごく。あ、本当に。はいはいはい、すっきりしてる。やっぱプライオリティがうまくできた。そうですね、そこ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 、はいはいはい。大事なことがよく分かってきました。はい。大事なのは僕にとってはあの子供、僕の子供と、そしてその子供たちね、うん、はい、その、 あの子供たちにいい学校生活を送ってもらえればいい、うん、ね、はい、もちろん他の親とかとの関係も大事ですけど、なんかね、なんかよくわかんないでしょ。いや、なんでどうなのかな、一緒に歌わないといけない、私も、いや、ちょっと疑問ですね。はい、まあまあ、もちろん、あの、友達のね、あの、子供の友達とかとは仲良くしたいですね、もちろん。はいはい。はい、その通り、その通り。はい、まあ、あとは、やっぱり自分には、自分を待っててくれる人たちや場所があるということですよね。うん、うん。はい、あの、昨日帰ってきてね、生徒さんがいて、まあ、彼はね、あの1時間時間をずらしてでもあの 僕と話をしてくれる、そのそうそうそう、そういうあの人、本当に待ってる人で、例えばそのさっきの、まあ、学校のことは僕が先に帰ったんですけど、それでもまあ問題なく動いてるわけで、うんうんうん、はい、でもあの生徒さんはやっぱ待っててくれたということで、やっぱり自分を必要としてくれる人や場所を大事にするっていうことですね。はいはい。まあそういう場所があるというのは本当に幸せなことで。ありがたい。その分ね、その分頑張らなきゃいけないと思いました、ね。おお。はい。そして今日はちょっとまた。のりこさんと。の私なんでですか、急に。いや本当に。急に振らないでください、私。本当に。うん。ね、今日はのりこさんと話しますっていう。はい。みんなに言いましたか。あ、本当に。いや、私もでも木曜日のレッスンの人は、あの、大体ね、同じ人だから、あ、今日、てっぺい先生と話したんですねってみんな分かってるんです。で、私も言ってるからね、うん、木曜日は朝一番に、はい、てっぺいさんとお話ししますから。うん、私にとってまだ朝一番ですからね、これね。なんかちょっとあの、なんかもうすでに疲れさせてしまったような。いやいやいや、大丈夫です。コーヒーを飲みながらやってますから。これはでも、うん、あのルーティーンじゃないですか、私たちのね、もう木曜日ルーティーンになってますから。はい、ルーティーンになってますからね。ルーティーンは大事ですよね、うん、大事大事、本当に大事、うんうん、それを続けていくだけなんです。そう、時間も大事、本当に最近の僕の一つのテーマは時間なんですね。いや本当そうですよね、私もそう思う。大事でしょ、うん、無駄にしたくない、無駄にしてはいけない、そして、うん、自分の時間を大切に過ごしてください。
はい、そうなんです。私はもうね、一日一日が大切なんですよ皆さん。いや本当に本当に一日一日を大事、ね、時間を大事に使うってことは人生を大事に使うということですからね、うん、あの人生を無駄にしない、時間を無駄にしないっていうことですから、うん、命を無駄にしないってことですよね。そうですよね、深いですね、うん、いやいや本当に時間を無駄にするってそういうことですからね。じゃあ、うん、何が無駄か何が無駄じゃないかは人によって違うので、うん、そうそう、はい、それはあの一つの答えはないです、ね、ないですないです、うん、だからお互いこうなんか尊重し合わないとね、はい、その人の生き方、そうそう、働き方、はい、考え方、まあ、例えば、うん、まあ、あのまあいわゆる例えば、一つのアニメが好きな、自分が大好きなアニメを見てる人にとってその時間は全く無駄じゃないですよね、うん、だけど自分が見たくもない興味もないテレビを見てたり、ね、うん、自分がなんか読みたくもないブログの記事を読んでたり、うん、だからそれは本当に意味がないんですよね。だから自分が好きな、そう、自分が好きだったらいいんですよ全部、あの、うん、どんなにくだらないように見えることでも、なんかこうプラモデルを作るとか、レゴを作るとか、そういうこと、そういうこと、ね、あの、うん、その方にとっては、うん、サッカーの試合を見るとか、うん、あのそれを興味がない人にとってはなんか意味のない時間ですけど、興味がある人にとっては意味がある時間です、ね、とっても大切な楽しい時間ですね、はい、ただサッカーに興味がない人がサッカーの試合を見たりとかね、なんとなく見たりとかね、なんとなくその、あの自分は見たく行きたくないけど友達が誘ってくれたから仕方なくみたいな、そういうのはちょっとあんまり意味がないですよね。だからやっぱり自分が好きなことを貪欲に、貪欲に、はい、もう自分が好きなことを、自分の好きなことに自分の時間を使う。いや、そう思うわ。本当に大切なことですよ。大事なことです、ね、うん。人によって違いますからね。それが。ね、いろいろ考えるね。一人の時間、うん、大事です。一人の時間、そうそうそう。うん。そうそうそう、うん、一人の。大切です。はい。最近どうですか、のりこさん。私ね、かなり元気になってきました。ありがとうございます。聞いてくださって。本当に？ああ、ようやくね、なんか、あの、やる気が出てきました。体調がいいから、4月になって。素晴らしい。まあ、まあ、でも、正直言うと、それこそ今の話につながってるんだけど、はいはいはい、ね、私たちはこういう働き方だから、1時間でお給料をもらってる立場じゃないですかね、はい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 。で、やっぱり2月、3月は私ほとんどお休みしてたん で、プライベートレッスン。だから、あの、今月からちょっと本当に頑張らなきゃみたいな感じです。本当ですか。気合が違う。ね、そう、気合が違う。そう。ね、だって仕事をしなきゃ私たち、ね、休んだ分私も仕事をしなきゃ、ね、旅行も行きたいし、ね、まあね、自分の好きなことしたいから、うん、そうそうそう、そう、そしてのりこさんを待ってる、のりこさんを必要としてくれてる人がいや、いるかな、ありがとうございます。いると思いますよ、本当に、はいはい、だからね、帰ってきたのりこ、季節だし、はい、ね、ちょっと頑張らなきゃっていう感じですよ。そうですね、なんかこう、あの、あれなんでしょう、マグマのように、マグマのようにいい例えですね。みなぎってる、みなぎってる嫌ですね、ちょっと暑すぎて嫌かもしれないけど、体中の毛穴という毛穴から来ました、湯気が立って、湯気が、のりこさんの湯気、温泉のように、のりこさんから煙が出てる、いやついてきてくれるかな、みんなマグマ、みんなついてきてくれますかね、私のこのキャラに。そう、時々ね、鬱陶しいと思われてるかもしれません。元気すぎて。元気すぎ。そういう、まあでも多分、私のレッスンを受けてくれてる人は、まあまあすでにね、あのずっとレッスンを受けてくれてるから、それでいいんでしょうね、多分。ちょっとあの、ボリューム小さくするね。そうそうそう、いいと言ってくださってる方がね、多分。うん、本当にごめんなさいね。そうそう、僕も感じますよ。たまにね、レッスンの時、僕の声が大きくなると、なんか生徒さんがこうボリュームを下げてるような。あの、大人の生徒さんですね、皆さん。私の生徒さんも多分ものすごく分かって、ああ、のりこさん今日は暑いなみたいな。ね、ちょっと聞いてくださってる、相手をしてくださってるんでしょうね、多分。ありがとうございます。
いや、そんな時ありますよね。なんか、なんか、あれ、どっちが先生だっけ。感謝、感謝しております。そうそう。こっちの方が、あーとかなってて、ね。でもありますよね。語りたい時ありますね。あーってこっちがなってて。聞いてくださいね、あの言葉は何だっけとか言いながら話してて、アメリカ人の生徒がね、こう、あー、それは、あー、わかります。はいはいはい。あー、そうですね、先生。はいはいはい。大人ですね。大人みたいな。ね、20代の人です。20代の人なのに。そうかそうか、ありがたいですね。40代の、そう、そうそうそう、40代の先生になんかこう、ああ、先生、まあわかりますわかりますものすごい大人な対応ですね、その方。いやいや、結構外国語で、外国語でですよ、日本語という外国語で、20歳ぐらい年上の人に、ああ、うん、まあわかりますわかりますみたいな、すごいなと思って。逆に僕たちの子供っぽさ、ね、いや、私もね、ごめんなさい、実はちょっとね、ちょっと子供っぽいです、ね、テンション高すぎてしまって突っ走ってしまうことありますね、いまだに。ごめんなさい、先生としては良くないですね、ごめんなさい。ちょっと子供っぽいですよね、うん、でもそこがまあ個性、いやいや、個性ということで許していただきたい。そうそう、何かさんというか、パニックグループですかね。そうそうそう、はい、そうそう、ああ、どうしよう、どうしよう、熱いよね、こんなポッドキャスト他にない。皆さんも疲れてるんじゃない、聞いた後、はい、癒されてないかもしれません。そう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 、本当に。まあまあ、のりこさんでもね、いいですよ、いいですよね。いやいや、もう元気になったのりこさんはやっぱみんな待ってたと思いますから、うん、ね、これからハイスピードで、ハイスピードで、ね、はい、ハイスピード、ランボルギーニ、日本語ポッドキャスト界のランボルギーニのりことして。いやいや、みんなもうそれは何ですか、エコフレンドリーじゃなくて、なんかみんな疲れてるよね。それはよくないね。なんか時々さ、いや、わかんない、そのこのポッドキャストを聞いて癒されましたとかいうコメント、な、私のコメントじゃなくて他の方のね、まあ、ない、私には一つもないです。僕もない、癒される、多分癒され、癒し系じゃないし、はい、なんかどちらかというと、はい、なんか目が覚めましたみたいな感じ。そうそう、そうですね、うん、その通りですね、うん、すみません、癒しを求めてる方はダメかもしれない、はい、ね、目が覚める、まあ僕の目的は第三の目が開くように。いやだ、怖いですね。第三、皆さんの三つ目の目が、三つ目の目がカッと、ね、目を覚ます、カッと目が開くんでしょ。そう、うん、怖い、スピってる感じ、スピってるっていうね、スピリチュアル。怖いですね。第三の目を開けるよね、本当に。でもさ、うん、私が住んでる、まだ時間ある、あ、もう時間が結構来てますね、はいはいはい、ごめんなさい、終わらない。大丈夫ですよ、ちょっと大丈夫ですよ。うん、いやいやいや、この週末はイースターだと思って。ああ、そうですね。はいはい、はい、私たちのところはね。はいはい、はい、うん。まあ私も実は仕事するんですけど、でも。はいはいはい、はい。結構お休みの人がいるのかなと思って。いや、いますいます。生徒も来週にかけてちょっと少ない。ね、はい。せっかくやる気があるのに、まあ仕方ない。そうそうそう、そういうことです。私も、うん、そういうことだっていうことですね。私もやる気があったけど、実はレッスンが少ないですという週末。まあでもそういう時はね、はい、まあ、いいポッドキャスト撮ったり。そうそう、私もそうしようと思って。やることはたくさんありますからね。散歩にも行って。そう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 、はい、散歩大事ですからね。うんうん、のりこさんも。頑張りましょう。はい。ブランニューのりことして。ブランニューのりこじゃないんですけど、はい、同じ同じ。ブランニューのりことして、頑張ってください。そうそう、頑張りましょう、はい、にね。のりこさん。はい。じゃあ、また来週。また来週。はい、失礼します、はい。今日も頑張ってください。はい、お疲れ様です。